8月1日、今日、竹内の部屋に到着した。今日から、この部屋について分かったことを記録していこうと思う。この映像は資料によって使われるため、悪用は厳禁でお願いします。今日も竹内はゲームをしている。え？竹内の部屋に来て2日目。今日も竹内は、何してんの？元気にゲームをしている。何してんの？この行動が、ずっと、続けばいいと願うばかりだ。どういう記録？星のカービィ64をしているようだ、うん、古いゲームが好きなようだ、うん、何？竹内の部屋に来てからもう10日が経った。嘘つくなよ。やめろ。それ暇だ。暇なんかい。竹内の部屋何もやることがない。狂ったようにゲームをしているためか。言い過ぎだろ。血色が悪い気がする。そんなことねえよ。彼はなぜずっとゲームをし続けるのだろうか。暇なんだよ。おい、顔つくんな。くっそ、どうなってるんだ。なになになに。緊急事態が発生した。竹内がゲームをしている。いいだろ。ずっとゲームをしている。ずっとだよ、別にいいだろ。こんなことがあってはならないはずだ。え？もう27歳とかの大人なのにずっとゲームをしている。余計なお世話だよ。おかしい。こんなことあってはない。うわっ、なんかされた？ああ。俺がゲームしてるのと関係あるんかい？パラノーマルアクティビティ。ああ。消しにかかる。パラノーマルアクティビティすんな。なんやねこれ。やりたいことやったやろ。11月21日。前回の竹内調査隊からの応答が途絶えてからもう半年が経った。竹内調査隊。一体何があったのか。違う人か。あの映像のシーンを確かめるべく、記録をつけていくことにする。無防備すぎるやろ。なんかあったやろ。用心せえ、俺に。おい、やめろ。待ってくれ。やめろ。やめろ。ああ。なんで俺二人目行くね。刺すな、これ。さあ。二度と来んなよ。これ見てるやつ二度と来んなよ。4月6日、第二の竹内調査隊からの音が途絶えてからもう半年が経った。え、一体何が起きているんだ。来んなってんの。竹内、今のとこ温厚な態度を取っている。こいつに本当にやられ。うわっ、やめろ。あっ、学習生って近づきすぎ俺に。それ行かれるよ。なんでこれで、で、毎回映像止めるもん。あ、止まってねえじゃん。おい、見えとんぞ。見えとんぞ、お前が今。